おはようございます。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。はい、今日の発表事項はイオンマレーシアにおけるトゥルーリージャパン岩手フェアの開催についてです。11月15日からイオンマレーシアのワンウタマショッピングセンターを主会場として、岩手ブランドの浸透や持続的な輸出を目標としたトゥルーリージャパン岩手フェアを開催いたします。岩手県の農産品、水産品の生鮮食品を中心に、加工食品、菓子、工芸品など計18店舗で販売される大規模なフェアであり、中でも岩手県産米5トンの輸出は今後につながる大きな成果になると考えています。これは本県盛岡市に本社が所在するイオンスーパーセンター株式会社の提案を受けて企画したもので、同社およびイオンマレーシアの協力により実現したものであります。私も期間中、11月18日からマレーシアを訪問し、イオン主催のフェア、ローンチングへの出席、在マレーシア日本大使館公邸を活用したレセプションの開催、マレーシア政府関係機関への協力要請等のトップセールスを行います。マレーシアにおいては近年、日本食への関心が高まりつつあり、日本食材に対して高い信頼が見られる状況となっています。安心安全を安心安全高品質を売り物としている岩手県の食材を売り込むことにより、マレーシアにおいて岩手ブランドを一気に定着させたいと考えております。以上です。以上で知事からの発表を終わります。それでは本日の進行は岩手めんこいテレビの工藤記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。岩手めんこいテレビの工藤です。よろしくお願いいたします。じゃまず質問の前に記者クラブへの転入者を、ご紹介します。よろしくお願いします。朝日新聞の関東と申します。9月からこちら参りまして、で貫く国に洞窟のことを書くんですが、この名前実は岩手の名前でして、祖先ずっと山田釜石におりまして、私祖父の代で、ここを離れまして、まあ約70年ぶりぐらいに帰ってきたという感じです。これから楽しもうと思ってますんで、よろしくお願いします。洞窟を貫くみたいな、こう鉄山仙を人トンネ掘っルてとかた。みたいな。では、次に、ただいまの知事からの発表事項について、各社から質問あれば社名を名乗ってからお願いいたします。盛岡タイムスの井上です。おはようございます。おはようございます。フェアと直接関係ないんですが、日程の関係でですね、18日から知事マレーシアの方に向かうということなんですが、自民党県連から、政権懇談会の出席をですね、のご案内をいただいてたと思うんですが、その扱いについて、教えていただきたいますでしょうか。丁寧な出席招待をいただいていたんですけれども、残念ながら欠席となります。他に三役から誰か代わりに出られないかということを先方から伺ってますので、誰か代わりに行くような形で調整したいと思います。河北新報の安野です。今回は欠席、今の質問に関連してなんですが、今回は欠席という、こうした事情でということになると思うんですが、次回ですね、同様の出席の依頼があった場合の対応等についてどうされるか教えてください。どこまで行政で、どこから政務かっていうのの、こう境目のあたりにある企画かなと思っているんですけれども、過去知事本人が出席しているケースもあり、そういう意味ではこう行政に準ずるものとしては、ちょうどその行政と政務の中間のこう社交お付き合い、パーティーでもありますし、そういうことであれば、政党、
まんべんなく区別せず、どこからでもそういう依頼があればお付き合いするようにした方がいいのかなと思っておりますけれども、まあ、その時々のその行事の趣旨によります。あとありませんでしょうか。なければ、発表事項への質問はこれで終わります。で次ですけれども、本日は記者クラブを代表しての患者質問の用意がありませんが、各社聞きたいと思われる事柄について最初に私の方から少し、質問させていただきたいと思います。そうですね。じゃあちょっと最初にいいですか。はい、昨日小沢一郎民主党代表辞任表明について知事の記者会見開いてはというご依頼受けたまわりましたけれども、まあ、日曜日でもありますし記者会見はお断りということでコメントについても出さなかったんですけれども、まあ、今日月曜日に定例記者会見があるので昨日はそういう記者会見を特別に開かなくてもいいと判断したもんですから、まあ、そういう記者会見の依頼またコメントの依頼を踏まえてまあ、今日のこの場でお答えをそのコメントを述べたいと思いますけどよろしいでしょうか。じゃあどうぞじゃあ小沢代表の辞任、はい表明について知事の所感ということでお願いいたします。はい、これは大変大きい問題提起をされたものと受け止めております。民主党のマニフェストの政策を実現するために新体制を作るということなわけでありますけれども、今この岩手においても県民の暮らしと仕事大変厳しい状況にあります。まあ、そこを小沢代表はそうした日本全体で国民が直面している危機的状況を踏まえ真剣に国民のことを考えて一日も早く生活が第一という民主党の政策を実現することが日本にとって必要なんじゃないかという問題提起をされたんだと思っております。で、私はその通りだと思いましてそうしたそれは地方重視の新体制でもありますのでそういう体制ができることは岩手県民のためにも大変素晴らしいことだと思います。また福田首相からはテロ特措法を諦めてもいいという大変重い提案もあってその生活が第一の政策の実行と合わせて福田首相の側からそういう提案もあったっていうことでありこれは日本の政治の歴史の中でも大変大きい決断だと思います。そしてそれは日本国民のためにもなりますし、テロ特措法関係について言えば今イラクやアフガニスタンに続いてパキスタンもかなり政情不安になってきているというこれ以上混乱を広げないためにも日本が原理原則に従った安全保障のこの原則を打ち立ててですねやっていくことが非常に重要な局面だと思いますのでそういうことを実現できる新体制ができることは大変素晴らしいことだと思います。まあ、問題提起と申し上げましたけれども3年前にも菅直人民主党代表が年金問題で辞任した後小沢一郎代表で行くんだとほぼ決まった時にやはり年金で自分も問題があるから今一番日本にとって大事なのは年金問題なので年金で 100% クリーンな岡田代表がいいという、まあ、そういうすでに民主党代表辞任という問題提起の形で国民にとって一番大事なテーマを示したということは過去にすでにあるわけであります。でその時
民主党は直後の参議院議員選挙で躍進を遂げておりますし、また年金が大事なんだと、それこそ当時こう密室の中でその年金問題がごまかされそうになりかけたのを国民の前に広く示して、その後の年金問題をめぐる議論にも大きな役割を果たしたと思っております。今回もそうした小沢一郎民主党代表の問題提起っていうのを、これは民主党関係者のみならず国民全体としてきちんと受け止めていくことが日本のためになるというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。では各社さんから質問があればお願いします。でよろしければ私の方から最初に質問させていただきたいんですけれども、ではまず今のご発言ですけれども、小沢代表のまず連立政権に向けた協議を進めるということで2点目、辞任という決意をしたこと、両方、会見のほぼすべての内容について知事が指示をするという了解、理解でよろしいでしょうか。その通りです。事前には全然私は情報は入手してなかったんですけれども、昨日の記者会見はその全体を聞くことができまして、これは決して連立ありき、大連立ありきという話ではなく、あくまで政策実現のためのそういう段取りだということが分かりましたし、また3年前同様、3年前に代表選に出ないという決断、記者会見した時も当時は無責任だとか壊し屋だとか散々言われたんですが、よく考えてみればそれが民主党のためにもなっているし日本のためにもなっている。今回も同じようなそういう大きな問題提起、国民全体に向けた問題提起だなと思いまして、でまた本当それほど国民のことを、そういう暮らしのことを本気で考えてるんだなっていうふうに改めて私も自分自身もそれを務めてきたんですが、岩手県知事としてやっぱり一層県民の暮らしや仕事ということについて真剣に取り組んでいかなきゃならないなというふうに思いました。私の方からもう一点だけ、知事は、小沢代表総理の下での政権交代の実現を、待望というか望んでいらっしゃいましたが、そういうわけで参院選でも民主党を応援したんですけれども、今回の、小沢代表の会見の中身の中で、小沢代表は民主党は力不足で、政権担当能力もないのではないかという疑念もあり続けて、そういう意味で次の総選挙は、勝てないのではないかという発言がありましたが、知事はこれをどういうふうに感じていらっしゃいますか。最初記者会見で話す中ではそういうふうに言われているから、そういう疑念を払拭するためにも政権担当能力をこの際示しておくことがいいんだという趣旨で、その後質問に答える中でですね、私としてもそう思ってるというような言い方をしていましたけれども、趣旨としては自ら民主党をこう批判するというよりは、世間から政権担当能力がないという批判を受けることが多い現実をこう打破していくために、大きく役に立つんじゃないかという趣旨だったと思います。あと私も自治連立で1年半政権に参画しましたけれども、1年半ではありましたが、非常にその経験は役に立っています。ただそれも野党もやっていたからだと思います。野党と与党と両方経験していればですね、本当にもう怖いものはないというところがあると思いますので、そういう意味で民主党の若手の人たちのことを考えてもですね、政権に参画するということは意義があると思います。では各社さんから、ありましたらお願いします。
すみません、また盛岡タイムスの井上です。知事の、今の予想というか、想像の域を出ないと思うんですが、今後ですね、その、民主党を小沢さんが割って新党を作るなりなんかするとかですね、政界再編があるというふう、近々あるというふうな予想というものは立ちますでしょうかということをお願いします。今回小沢代表は民主党を本当にこう民主党全体として一つのものとして扱っていると思いますし、昨日の記者会見でもそういうオール民主党として政策実現のためこう自民党に対峙していくことがいいんだという趣旨のことを述べていたと思います。そういう意味では小沢代表の側としてはこう民主党を割るようなことは全然考えていないんであって、後からなんかそういう勢力が出てこない限りはそういうふうにはならないでしょうし、生活本位国民本位っていう線をちゃんと国会議員が考え、そして国民もそういうことを考えていけばですね、民主党が割れるようなことはないと思います。政界再編についてはどうでしょうかね。自民党とこうそういう新体制を作っていく中で民意を受けているのは参院選で示された民主党の政策ですから、やっぱりそれを実現していくことに全てをかけようと思う人たちが民主党の他の党の中からも出てくればですね、民主党を核とした政界再編ということはあり得るんだと思います。共同通信の浦江です。おはようございます。2点お伺いします。今知事がその、民主党を割ることはないというふうなお考えを、推論というか、見通しをですねおっしゃられたんですけども、一寸先は政界闇だというふうなこともよく言われていて、もし仮にですね小沢代表がですね離党ということになった場合ですね、今知事が持っている民主党の党籍をですね知事は外すのかどうか、そのまずその点について一点教えていただけますか。政界は一寸先は闇っていうことはないんでありまして、ちゃんと見てればですね分かります。だからそんな急に離党とかっていうことはありませんから大丈夫。はい。ということは、離党ということはないと言いながらも、仮の話なのであまりしたくないですが、小沢さんが民主党を離れた場合ですね、多数知事がですねついていくのかどうかというところはやっぱり県民の方がすごい興味があるところだと思うんですけど、その辺はどう今話せるんだったら話してもらいたいなと思うんですが、その分かりやすさということでですね、そういう政党対政党のガチンコ勝負、赤かて白かてのそういうものがこうともすればこうどうなるんだろうとか求められがちではあるんですけれども、やはり政治っていうのは政策本位、そして生活本位で考えていかなければならないと思っています。そういう中で私も衆議院議員時代に所属する政党は変わってきてはいるんですけれども、ただそれは一貫して国民本位、生活本位、そして政策本位の新しい政治、世界に通用する日本の政治っていうのをこう打ち立てていきたいというところからは全然外れておりませんで、今後もそういうところからは、政治家達成としてはそういうところからは外れないでいきたいと思ってます。もう外れないところが小沢代表と一緒であれば一緒に行くというふうに考えてよろしいわけですね。小沢一郎さんもそういうところからは外れないと思っておりますので、結果としていつも同じところにいるような形になると思います。
わかりました。あと、すみません、離党というかそういう分裂がない場合というかないという見通しなので次の代表にですね、岡田さんとかですね、菅さんなど名前が上がってるんですけども、今知事が考える小沢さんを引き継ぐですね、代表は誰がふさわしいということが頭にあるかっていうのもしあれば教えていただけますか。こう民主党が参院選で示したマニフェストの重要なものをちゃんとこう自民党を相手にしながら実現していく、そういう段取りができる人であれば誰でもいいわけであります。ただ一番それが上手にうまく着実にできるのはそのマニフェストを取りまとめた小沢代表、そして自民党を相手にしても全然飲まれたり引っ張られたりせず、あくまで民主党側に軸足を置いたやり取りができるのも小沢代表だと思います。ということはあくまでも、留任してそのまま引っ張ってほしいというのが本音だということなんでしょうか。私の本音かっていう質問であれば代表はやっぱり小沢一郎代表の継続が一番だと思います。ありがとうございました。岩手日報の高橋です。確認なんですが、まず小沢代表が辞意をするということ、第一報いつどこでどのような形で聞いたか、その点を確認させてください。それからその時の率直な感想を聞かせてください。私の携帯電話は西暦2000年にこう導入したやつをこうまだ使ってるんですけれども、これはニュース速報が入るようになってまして、このニュース速報で、写真に撮るほどのものではないんですけれど、そのニュース速報で、午後の何時かに記者会見をする、辞意を表明するということは知りました。そこまで真剣に物事を考え取り組んでるんだなということですね。過去にもそうやって、こう自分の身を顧みず、勝負をかけたことっていうのがさっきの3年前のケースもそうですけれども何度もあるんですけれども、今回もこれは本気で真剣に、国民のために勝負をかけているんだなっていう思いがしました。政治家および人間小沢一郎をよく知る方として小沢代表が慰留を受けて留任される可能性はあると思われますか。その場合はどういう形になると思われますか。こう国民本位そして生活本位の政策実現のための新体制を作ってやっていくっていう方向の中でですね、やっぱり自分しかないということになれば、民主党代表を続けることにはやぶさかじゃないんだと思います。読売新聞の東です。2つお願いします。1つは、先ほど、知事がおっしゃったように小沢さんがその真剣に、今回、国政を憂えてですね、提案したということなのであれば、もう少しですね党内に丁寧な説明があって、もっと時間をかけた説得の方法が あったのではないかと。こんなに早くですね辞任の表明会見をするというのはちょっと性急に過ぎるのではないかというふうに思うんですが、その点いかがかということをまずお願いします。こう先週金曜日からこう同日とのこう報道ぶりやまたこう党内の様子を見ていてですね、時間をかけて
説得ということをやっていることが、党内がガタガタしているとか、求心力が低下だとか、そういうふうにさらに報道がそういうトーンで続き、それがこうずるずる続いていくことは、やはりかなり、まあ、民主党にとってダメージであるだけではなく、その国民のための生活のためのこの政策の実現という本題から話がこうどんどんずれていく危険性があったんだと思います。で、民主党の中にもかなりこう過激な発言をする人もこう出てきたみたいなので、そういうカンカンガクガクの議論、ただし事実関係を踏まえないでこう軽挙妄動的にですね、例えばテロ特措法を諦めてもいいっていう福田首相のこの提案があったっていうのは、昨日の記者会見の中で初めて明らかになったわけですけれども、そういうのを前提とせずにもうこういろいろ話がぐちゃぐちゃになってきたっていう中で、そうしたところと長期間くんずほぐれつをやるより、過去何度かやってきたような国民に直接訴えながら捨て身の問題提起をしていくっていうやり方を選んだっていうことは、理由のあることだと思います。もう一つ伺いたいのは、党内の大方の方々の、考えてたこととしては、連立組まなくても次の選挙でですね、なんとか政権交代に手が届くんじゃないかと、そっちの方が王道じゃないかという考えがあったからこそ、その党の役員から総反対を受けたということになったんだと思うんですが、そういうその党内の考え方をどういうふうに考えられますか。そこは民主党内でもこの機会に突き詰めて、まあ、それぞれがよく考えることが必要なんだと思います。で、そこはもうそれぞれ自分のところの小選挙区事情、自分のところの県連の体制、また選対委員長のこう情勢分析とか、それぞれの携わる人たちがこう見極めなきゃなんないことですから、そこはもうそれでこう見極めてもらって結論を出してもらえばいいと思います。あと付け加えると、もう一つ重要な要素は、自民党が本当に政権にしがみついて、ただただ居座りをやればあと2年間選挙がないということもあり得るという、そういう国会対策的な分析、あるいはこう自民党っていうのはそういう党だっていうような、そういう政局的な分析とかですね、それも非常に大きい要素だと思います。どんなに追い詰められひどい目に遭い、また国民生活が混乱し外交が混乱しても、制度上2年間居座ろうと思えば居座れるっていうことも大きい要素だと思います。岩手日報の菅原です。よろしくお願いします。一連のこの問題に関して関連して質問します。夏の参院選でですね、まあ、民主党が勝利しまして、まあ民主党はその参院選からまあずっとですね、その自民党にその衆議院 の, その早期解散で国民に信を問うべきだというふうに求めてきました。で、まあ、ここに来て大連立という構想も持ち上がったわけなんですが、なかなかこのなぜそういうふうにその転換されたのかというのが、その国民にですね、分かりづらいというかですね、そういう思いは私もあります。その辺知事はどうお考えですか。安倍内閣の時にはもうテロ特措法は絶対やるんだと総理が言い続けていましたし、その他政策も美しい国路線をそのままやっていくっていうところから、なかなかこう一歩も動かないような形だったので、参院選の民意が示したその政策を実現するっていう話し合いを民主党と自民党の間でやるような環境には全くなかったんだと思います。で、まあ福田首相はそうじゃなかったっていうことなんだと思います。で、まあそもそも
筋論から言えば、これは私が一貫して言っていることなんですけれども、参院選でああいう民意が示された以上、自民は下野し、民主党内閣を作って、でそれはただし選挙管理内閣ですぐ解散総選挙をするっていうのが憲政の常道、戦前でもそれが常道だっていう、そういう常識がもう戦前から日本政治にあるはずなんでありますけれども、自民党の方はあくまで、その下野もしないし解散もしない、安倍首相が辞任した時っていうのがまた総理がもうダメだと思うんであればもう内閣総辞職して自民が下野し、そこで民主内閣を作るチャンスはあったんですが、自民は全然そういう動きには出ないで、もう次の総裁イコール総理大臣を選ぼうという方向に走った。でそれに対して、そんなのはありえないだろうと、そんな総裁選挙は野党になってゆっくりやれっていうような、まあ、世論の盛り上がりもなかったわけですよね。でそういう中でこう筋論が実現できれば一番なんですが、じゃあ事前の策、筋論が実現しない場合の事前の策は何かっていうときに、政治とは可能性の芸術であるという言葉があるんですけれども、そういう国民、特にこう困ってるですね、格差社会、そういう格差などで困ってる国民を助けるための可能性の芸術として、こういう展開になるってことはあり得ることだと思います。でそれは分かりにくいかもしれないけれども、まあ、芸術というのは分かりにくいところもあるわけでありまして、まあ、ただ分かりやすければ分かりやすい方がいいということはあると思います。ただ分かりやすさを最優先すれば、例えば小泉首相のあの優勢民営化解散総選挙、あれほどこう分かりやすい展開はなかったし、また資格を送るということも非常に分かりやすかったんですが、それがかえって格差拡大、国民生活を苦しめる方向を拡大強化したということはあると思います。戦前の鬼畜米英というようなスローガンだって、あれほど分かりやすいスローガンはないし、 とにかく攻めていけ、打ち手しやまんという方針ほど分かりやすい方針はないんですけれども、もちろん分かりにくいよりは分かりやすい方がいいんです。これはその通りだと思いますが、ただ最優先はあの国民生活っていうことなんだと思います。まあ、そういう意味ではもっと分かりやすくする努力は小沢一郎先生はじめあの関係者一同すべきだとは思います。朝日新聞の南です。おはようございます。先ほどのお話の中でその、まあ、小沢代表等を割るようなことはしないと思うと、生活第一ということを考えるのであれば割らないのではというお話ありましたが、知事ご自身としてあの生活第一、生活本位考えるのであれば割るべきでないとお考えということでしょうか。小沢一郎さんはもうおそらく日本の中で一番そのことを考えていると言っていいと思います。であとは周りの人もちゃんとそう考えていれば割れることはないだろうし、むしろ自民党の中にもそういう人が出てくれば、無所属の中にもそういう人が出てくれば、さっき言ったような今ある民主党というものをそのまま核として、そこにいろいろ民主党の理念政策に賛同する人たちが集まった政界再編もあり得るだろうということであります。仮にですね、知事一寸先は辞めてないとおっしゃいましたが、まあ、流動的な部分があるのが政治だと思うんですけども、仮に割った場合にその生活本位なり生活第一という政策の実現というのはできなくなるんでしょうか。まずこう念頭にあるのが政策の実現であって、でそのためにうん、小沢代表はその党を割ろうとかいうようなことは全然してませんし、あの今もしてないと思います。ですからそこからその
党が割れていくっていうことは考えにくいんであってですね、ちょっとこう想定できないんで、それがこう政策とどう関係するかっていう答えはちょっとこう分かりません。韓国新報安野です。小沢さんがですね、総理になってほしいという思いは今も変わらずにお持ちなのかどうかということと、さらにその、可能性ですね、まだどの程度残されているというふうにお考えなのか教えてください。はい、今回のことでも格差社会の是正、生活や仕事を守る、そうした国民本位の政策っていうことに日本で一番こだわってる政治家は小沢一郎さんだっていうことが明らかになったと思いますんで、ますますそういう人に総理大臣になってほしいという思いが強まっていますし、それは今回の大きな問題提起を国会議員の人たちがきちっと受け止めて、そして国民も受け止めていけば自然とそういう形になると思います。午後に役員会あるわけですけど、そこで、仮にですね、代表の辞任が認められて代表を一旦退く形になってもまた再登板、それで民主党での、小沢政権の誕生ということが想定、考えていらっしゃいますでしょうか。3年前も菅代表辞任の後、僕は小沢代表で行けばいいと思っていて、あの時岡田さんを代表にしたことには僕は反対意見を、あの時本人に小沢さんに言ったんですけれどもね、で僕はあの時に小沢代表のままでもそういう年金が一番大事だっていう戦いはできたんじゃないかなと今でも思っているんですけれども、ただ岡田代表でもうまくいったわけです。でそしてその後いろんな紆余曲折があって小沢代表の下で参院選で、参院で民主党が第一党になったと、ほとんど過半数になったと。ですから人間がやることですから、今後もいろんな紆余曲折は あるかもしれません。ただ本当に大事な基本を外さないでやっていけばですね、日本にとっていい結果に持っていくことはできるんじゃないかなと思います。そろそろ次の他の質問に、あれば移りたいと思いますが、小沢代表の件以外の質問に移ってもいいですか。岩手日報の菅原です。先ほどちょっと聞かないまま終わってしまったんですが、イオンのマレーシア そのフェアについてちょっとお伺いします。実施内容で県産品の販売とか観光 PR イベントあるんですけれども、地位としてはこの中で特に今回その県産米ごとの輸出も考えているところですが、どの部分をですね一番重点的に活動してくるのかですね、その辺はいかがでしょうか。個別の製品産品をどれを特に重視っていうのはございませんで、むしろその総合力ですね。でこういう海外で物産展を大々的にやれる県っていうのは実は大変少ないです。あるデパートのそういう担当の人の話では5つぐらいしかないんじゃないかという話があります。農林水産物が本当に一通り揃い、かつ工芸品とかもあるっていう都道府県はですね5つぐらいしかないという指摘もあります。ですからそういう岩手の総合力をアピールして、岩手ブランドというそういう岩手っていう名前を高めていくことが目標であります。知事が外遊されるのは中国の大連について2度目なんですけれども、今後のこの県産品の市場開拓にあたるですね、アジアへの戦略とか何かお持ちであれば一言お願いします。
はい、まずこう中国からこう入っていき、こう中国大連からこう中国、さらにこう東アジアとこう広げていく、まず第一手を打ったわけですけれども、マレーシアは東南アジア、そのマレー系のですね、あのインドネシアの人たちと同じ言葉、フィリピンにも同じような言葉を話す人がいますし、シンガポールでもマレー語は公用語のというか、あの国語がマレー語ですよ、シンガポールは。ですからマレーシアっていうのは東南アジア全体の入り口として非常にいいところでありますし、また華僑の人口がかなりあって、そういう華僑経済圏への入り口にもなりますので、アジア全体にこう岩手のブランドを浸透させ高めていく、そういう入り口として大きな効果があると思っています。他にありませんか？よろしいでしょうか。それではこれをもちまして記者会見を終わります。はい、ご苦労様でした。ご苦労様でした。